どうも皆さん、きのこでございます。無印良品を買ったのでご紹介したいと思います。合計金額が1万多分2、3000円ぐらいなんですけども、たくさん日用品買ったんで皆さんにご紹介したいと思います。まずはじゃあ早速やっていきましょうね。コンピコンルームシューズでございます。はい、あったかいルームシューズなどらしくて、ファイバーを使用したアイテムになります。で、私が買ったのがこの色とこの色の2足です。ちょっと今1足稲穂にね取られてしまったんですけども、すごい足冷え性なのよ。どうしてもこうあったかいやつ欲しいなと思って探してたら、なんか無印でこういうの売ってるらしくてっていうのを聞いて買いました。靴下履いても無理なレベルなんで。で、サイズは M サイズ 23.5 からなんですけど、で、あ、すごい今稲穂が狙ってますね。わかりますか？これを狙ってるんだよな。ダメよ。はい、で次はもう完全日用品になっていくんですけども、コップでございます。私いつもコップこれ使ってるんですけど、ちょっと最近2つ持ってたうちの1つを歯磨き用に使ってしまっているので、もう1個欲しいなっていうので1個、そしてまあ来客用としてこれを持っています。もうこれを買いました。結構ねしっかりしたコップで、容量もたくさん入る上に、なんか個人的に形が可愛いなっていうので集めてるコップです。これすごく便利ですよ。3つ目です。で、次がそう、もうごめんなさい、開封済みなんですけど、これが何かっていうと、衣類クリーナーでこう開くとこういう感じになってます。はい、で言ったらコロコロあるじゃないですか。あれのミニ版だと思っていただいたらいいかも。私ずっとその衣類クリーナー欲しかったんだけど、買おうって言っても後回しにずっとし続けてきてて、でやっと買いました。うん、結構あるというか便利よね。そう、外でさあやばいってなった時にガーってできるのすごく便利です。私一回外ですごいこうもろもろついてるの忘れて出てきたことがあって、一回撮影前に薬局で買いましたもん、でっかいやつ。あれトイレでコロコロしましたもんね。そういう経験があるので、あると便利よ。で、次ブラシとペンシルスタンドでございますね。私結構化粧品とかをこうブラシとか使った後ってこう立てる場所悩んじゃうんですよ。なのでとうとう買いました。これね100円なんですよ。100均だと税込み110円なんだけど、無印消費税込み100円だから10円安いの。だからこっちで買うかと思って買っちゃったね。で、次がこれね、持ち運び用靴べらなんです。で、なんか靴べら、私本当は欲しいやつがあるんですよ。ちっちゃい持ち運び用のやつがなんですけど、やっぱ結局なんて言ったらいいのかな、持ったとしてもですね、が欲しいんだけど、その欲しいやつが結構高いやつ で初めてやっぱ靴べらの外用のやつを買おうと思ってたから、まあ一旦ちょっと無印で買って様子を見ながら、本当に必要なんだったらいいやつをもう一個買おうかなと思って、一回試作段階で買いました。ちっちゃいからさ、ポーチに入れやすいわけなんよ。で、次がこちらです。はい、これがね、自立するポーチ S なんですけども、見たことあるんじゃないかな。これこうやってポンってやるとカタッって感じのやつなんですけども、以前私一回紹介したことがあります。で、どっかに行っちゃったのでもう一個買いました。多分ねあるんだけど別の用途で使っちゃってるから、そう買いました。で、これと同様にこれも一回ご紹介したことがあります。クリアケースなんですけども、これもすぐ、あ、これは立たないんだ。そう、これもすごく便利で、やっぱりね持ってるとすごく何かしら使いやすいこともあったりもするんです。で、前のやつがね、ファンデーションが漏れててドロッドロになっちゃって、洗ってもちょっと取りづらかったのでちょっと新しく買いました。ちょっとこれにして560円なんで、ちょっといい、590円なんでちょっといい値段ではあるんだけど、あると便利だなと思って買いました。これがね、小物ケースなんですけど、これを3つ買いました。で、何に使うかっていうと、薬入れとして使いたいと思ってます。私すっごい偏頭痛があって、毎回その本当ロキソプリン飲まないと、もう本当にひどい時だともう目回ってもう貧血みたいな感じで、もうちょっと動けない状況になることがすごく多いんですよ。だからちょっとやっぱりね、持っとくべきだな。薬は
よ、持っておこうと思って、いつもポーチに入れてるんやけど、ポーチに入れとくとさ、何が起きるかっていうと、やっぱどこに入れてるかわからないんですよ。ぐちゃぐちゃになっちゃって。だから、なんかちゃんとね、丁寧にしようということで小物ケースを買いました。で、なんで3つかっていうと、片頭痛だけじゃなくて、今ちょっと皮膚科とかにも通おうと思っていて、皮膚科になってくるとやっぱりその薬とかもね、今後ずっと飲んでいかないといけなくなると思うし、あとは喉とお腹がすごく私弱くて、何かあった時用とかにね、一応持っとくべきっていうので3つ買いました。こういうやつをこういうとこにスポってさ入れてしまえばパッて取りやすいなと思って。で、次がこれ、これが部分用のパックシートですね。ローションシート、ね、私も今すごい化粧水しっかりして乳液してとかってやってんだけどさ、もういい年齢なわけなんですよ。で、最近ね、鏡見るとね、目の下のシワが気になるようになってきちゃってさ、メガネつけてるからあんまりわかんないと思うんだけど、そう。で、やっぱり普通に持っとる、シートやとさ、正方形になっとるから、あんまりこう目の下とか綺麗にいかんのですよ。ってなった時に、これすごい便利なんじゃないかなと思って、無地で一回買ってみました。で、それと一緒に、これも買いました。ローションシートですね。すごい一見ラムネのように見えるんですけど、これに、ローションパンってかけると、ふわーって広がって、パンってできるみたいな、そんなすごい素敵なパックらしいので、ちょっと一回使ってみようと思って。で、次がね、こちらです。はい。ネイルのカラーのやつですね。はい。私ね、あんまりこう、ネイル自分ではしないんですよ。爪短いし、あんまりこう爪を伸ばすことができないから。でも今年からやっぱ爪育していきたいなっていうのも、やっぱりちゃんとね、向き合っていくべきだなっていうのも思ったし、あとはやっぱりそのネイル行く前にね、一旦自分でちょっとこう爪をきれいにしていきたいなっていうので、これにしました。で、これが、なんかまだちょっとまあつけてないから、こうこんな感じですとはご紹介できないんですけど、なんかすごく見たところ綺麗なピンク色、なんかその発色のいいピンクっていうよりかは本当に爪を綺麗に見せるようなピンク、なんかちょっと本当爪の色が綺麗に見えるみたいな感じだったので、なんかネイルができない人とかにもおすすめなんじゃないかなと思って、実際に自分またちょっと紹介します、これも。で、次がパッパカパン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 パカパン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 、オールフレグランス。これがね、タッタラランタンタン、こういう感じになっていて、多分手首とかにこうぐるぐる塗るやつなんだと思うんですけど、これのね、おやすみブレンドとスッキリブレンドを2つ買いました。こういう感じのちっちゃいパックに入っています。すごいよね。で、なんで買ったかっていうと、私すごい偏頭痛を持ってるって言ったじゃないですか。で、その時に、なんか一時期、事務所の先輩に一回、なんか塗るタイプのこういうのを一回ご紹介していただいたんですけど、あれを買い忘れてて、で、これ見た時にそれにすごい香りが似てたから、自分自身でもね、すごくスッキリしそうだなと思ったので、持っとくのいいかなと思って買いました。何よりもやっぱこのサイズ感、やっぱ手のひらに対してのサイズがこんな感じやから、なんやろか、香水としてもやっぱ使いやすいだろうし、そこまで匂いも、めちゃくちゃきついわけではないから、本当になんか自分がしんどいなって時とかに使いやすいなと思って買いました。これで1290円、さっきのスリッパと同じ値段だよ。スリッパと一緒ですね。以上かな。うん、なんか持って多分買ったのは以上になります。はい、結構ね、なんか日用品をすごい今回購入しまして、でもやっぱ実用的に使っていきたいなっていうのもあるので、またちょっとレビューをしていきたいなと思います。で、最後にじゃあちょっとスリッパ履いた感じご紹介します。一足稲穂に今取られてるからさ、あれなんだけど、こっち履いてみました。こんな感じです。すごいモコモコなんですよ。モコモコ、最初ここにね、なんか白いの入ってるんで、それ取ってもらってになるんだけど、あったかいです。ただ欲を言えば、ここまで欲しかったな。私足首めっちゃ冷たくなっちゃうんですよ。足先だけじゃなくてさ。まあでも、あると便利なんじゃないかなと思う。やっぱすっごい寒いんでね、私。寒がりだし、冷え性だから。以上です。本日もご視聴ありがとうございました。なんかスリッパでバイバイするって結構変な感じやけど。また次回の動画も見てね。では、バイバーイ。